のツアーは鳥取ミステリーツアー。楽しみ上げ話聞かせてくれよな、こっそりコンディションならばそっといいミステリーツアー in 鳥取。皆さん、今僕らがどこにいると思いますか？そう、ここはハワイ。ハワイ来ました。アロハー、アロハー。何なんこれ、道の駅ハワイが突如現れた。急に現れた。鳥取にハワイがあるっていうか、ちょっとやってみたらね、予想以上にハワイでね。どこがやねん。そんなことよりなんや T シャツ急にバックベアード T になってるやん。なんかグッズ買ったの。そう。俺買ってないのに。これなんか普通にデザインがいいなと思って。そうです。アメリカの妖怪なんです。何するのこいつ。こいつの目やったらめまいがするっていう。めまいがするだけ。でもボスやでボス。ボスがめまいさせるだけや。そうやで。屋上とかにいるときは注意だっていう。せっかくハワイ来たから。ね、ちょっとアロハ大市場ってのがもうあるんで。アロハ大市場。ね、干物とか鮮魚が売ってるんで。松葉ガニとか。全然。アロハ感ね。あ、粉コーヒージェラートあんで、あとアロハ味。アロハ、アロハ味確かに。なしスイカ、アロハと粉コーヒー。ちょっとアロハ味ちょっと気になる。ただのさ、ブルーハワイだったらどうする？ありえるな。あるな。これがアロハ味か。ココナッツミルクにつぶつぶパイン、ほんのりライムが香る。というわけで、はい、アロハ味のジェラート買ってみました。アロハ味で。うん。アロハって感じ？全然。全然かい。そんな変な味なの？ココナッツミルクだけど、こうするともう杏仁豆腐じゃない。ああ、それ確かに。こうするともう杏仁豆腐の味。うん、チューペットみたいな。チューペットなんて何味だよ。チューペットって同じ味じゃねえから。いろんな味あるからチューペットって。チューペット味って。まあハワイ来たなっていう感じだね。感じしてますね、やっぱり。海外の妖怪ってそんないるんだ。妖怪の間口を広くすればね、ヴァンパイアとかもそうだし、フランケンシュタインとかもまあ。妖怪っていうな。フランケンシュタインの怪物やったら間違いない。フランケンシュタインが作った怪物やからね、あれは。フランケンシュタインさんが作ったのが、俺たちが知ってるフランケンシュタイン。あれが、あいつの名前はフランケンシュタインじゃないから。なるほど、フランケンシュタインの怪物っていう名前。デーモンの召喚ってこと。あ、そう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 。デーモンってやつがいて、が召喚した何かしらなんじゃない。それを書け。そう。それをカードの名前にしろ。それはまあ、わかるよ、まだ。マンモスの墓場はマジでいいんだから。あれでもマンモスやからな。フィールドカードだからな、確かに。普通の変人だから。それと一緒やからな。急にどうしたって感じではあるね。まあね。鳥取で急にこんなことになるとは思えへんからね。確かに。掴みどころはないわ、鳥取。いろんな面見すぎて。掴みどころない君は。ふらりふらりはええ。って感じだよね。着稼ぎゆずええねん。鳥取あるある。京都を目指しがち。ああ、そうやそうやそうや。断るごとに標識に京都まで何キロとか。そうやねんな。本当に書いてある。303キロとかな。行かねえよ。行くかってなるわ。あと海岸が全部砂丘に見えがち。そうやねんな。海岸見たらなんか全部砂丘かってなっちゃう。だいたい分かってきたね。謎が解けてきたよ。鳥取の謎解けてきました。真実はいつも一つ。信じるか信じないかわかんない。使い方すな。ということで、また鳥取市戻って、一応なんかご当地グルメ的なものがあるらしくて、いろいろあるっぽいんでね、雨がなくなってね、鳥取から離れるって時に晴れるから、そうなんだよ、東京着いたら雨降ってんじゃん、マジかよ、やだな、傘ですから、時代は、どういうことや、時代は傘、ずっと傘やねん、全然進化せんねん、何年進化してないの、それこそ妖怪いるもんな、傘の、そうやで、そうじゃん、かなり昔からじゃあ、傘とかあるらしい、そうだよね、本当にはずっと言ってるけど、世界室内化計画を進めてほしいから、ああ、出た出た、室内にしよう、すべて空調で。世界室内化計画、世界に4本の柱が立って、まあいろんなところに柱立つんだけど、最も太いとされる主要なね、主要な4本の柱を守るガーディアンと、それを壊そうとする、その世界室内化計画に反対する自然派のやつ、そう自然派のやつらとの戦いを描いた漫画を俺は描く。決意よ今。そう、世界室内化計画始まったらね。ドラえもんとかもそうじゃなかった確か。お天気ボックスだっけ。あ、そっかそっか。でも気象庁がもう天気を管理してるみたいな。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。それに反対する自然派の人たちはいないの。そいつらいないのかもしれないの、もしかして。黙らせた後なのかもしれない。そいつら。絶対いただろ。その戦い絶対あっただろ。どうなるのそれってさ。室内になったらもう。関係ないってことも自然が全く関係なくなるってこと。雨はだってもう邪魔でしかないわけじゃん。要は農作物とかそういう意味では喜んでるけど生活にはいらないわけじゃん。そういるでしょ、たまになんか雨情緒を感じる人がいない。キモいキモいキモい。それはだから VR とかで体験してもらえばよくて、単純にだからもう雨みたいな水をだからもう屋外で溜めといてもらって必要な分だけその畑とかに支給して一番最高でしょ。まあそうだよね。そしたら別になんか干ばつとかがなくなるってことでしょ、農作物が取れないみたいな。どっかにもうダム、そうだからダムのガーディアンもいる。あ、なるほどね、ダムガーディアンもいる。ダムガーディアン、ダムガーディアン、そこで戦うのもあるよ。なるほど、世界になってほしいな。どうなるんでしょうか。皆さんはね、200字詰め原稿10枚ほどレポート書いていただいて、それです感想ここで問題です。破るたびに新しくなるものは何？ミステリーツアー。さっということでラストかな。うん、鳥取カレー。一応カレーの商品をナンバーワンだ。あ、そういう呼び声も高い。呼び声も誰の呼び声も高い。全県いけるんですよ、別に。呼び声も高いらしい。鳥取駅近くのベニ屋さんって喫茶店、喫茶店系のカレー屋さん、軽食有名みたいな。おのおの揚げ物をのせたこのカレーコロッケ、チキンカツ、普通のカツ。鳥取カレーっていうご当地系らしいんだけど、鳥取のものを使ってれば鳥取カレーって名乗っていいらしい。早速ね。すごい。何これ。色濃いよなこのカレーな。なら若干のハヤシ感もある。うん、確かに。ハヤシライスとカレーの中間ぐらい。いや、ほんまにほんまに。いただきます。カツと一緒に。なんていうかでもスパイシーな後味はくる。それがコクになっていて。辛。確かにのびさん忘れてたわ、そのキャラ設定。おい。そのキャラ設定ちゃうねん。揚げ物一緒に行ったらどう。ガンガンうまいですねこれ。カレーコロッケになった。そのまま出されたってだけ。お、レスカ行くやん。チェリーの沈んだ。チェリー沈んでるレスカじゃん。最高じゃん。いつまでもアップビートじゃんそれ。出た。ミックスジュース好きだよな。ミックスジュースあった頼むね。うんま。かけてもいいよ。ソースだよね。ソースだと思う。かけたらうまなりそうだった。ね。ソース食べるのがうまい。うまい？うまくない？うまい。じゃあ食べます。どうコロッケ？コロッケうまいね。うまいね。うまい。熱々だもん。身厚で。ホクホクで。ホクホクで。昨日もコロッケ食うてた。そうじゃん。定食食うじゃない。コロッケツアー。五木ひろし習得した方がいいんちゃう。シルバーアクセサリーつけて。そうなの。クロムハーツ大好きだからコロッケさん。あ、そうなの。すごいさん付けちゃんとしてる。見てた場合でしょ。なんか止まってんだけどな。いや、そうなんだけど結構本当にむずいんだけど。芸能人にさん付けんの。面と向かっては絶対そうなるけど。あ、面と向かってはね。さすがになるけど。自然の時に俺が松本さんって言ったらめっちゃ気持ち悪いよな。それは気持ち悪い。なんか芸人ぶってないみたいな。芸人とかでも最初そうなりそうだけどね。 NSC 入りたての時とかさ、松本人志がって言っちゃそうだけど、だって行き出した友達急になったもん。松本さんとかジュニアさんって出した。それは全部さん付けにしててもいいけど、もう俺ら B ちょっと微妙やん。素人やもん俺。素人。いや、するさんもテレビとか結構出てるから。気持ち悪い気持ち悪い。するさんはね、うちのブラウン管にすすさんが気持ち悪い気持ち悪い。すすさんが映ってない。いよいよ言わないから。うまかった。僕なかったみたいな。確かにうまかった。うまかったわ。さあ、はい、ね、あとね、鳥取カレー。あれは鳥取カレーか。あれが鳥取カレーです。あれが一つの鳥取カレー。一つのだから。一つの何かが入ってればいいから、鳥取さんの。ということで、もう一つ鳥取の名産があります。それは何ですか？豆腐ちくわっていうやつがあるらしい。豆腐ちくわ。豆腐ちくわ。なんか入り組んでんな。ちくわって本来何で作られてるの？ちくわはなんか魚のすり身、それを豆腐で代用したものみたいな。ヘルシーだ。じゃあ車内の方でじゃあ食べましょう。あ、そう。結構時間がねギリギリなんで、急ぎましょう。というわけで、鳥取駅の近くにある大丸の地下1階にあった志村さんというところで豆腐ちくわを買ってきました、いっぱい。おい、めっちゃ買ってるじゃん。めっちゃ買ってる。これ何味は違うの？味がいろいろ違かったりして楽しんで食べましょう。はい、タイとチーズ、タイとチーズちょっと食べたくてお願いしました。よっしゃ、これが和牛とカレー。はい、カレーやん。またカレーやば。いいですか、開けていきましょう。ちくわの開封動画。ちくわの開封動画、これは伸びるぞ。伸びるかなこれ。初なんじゃない本当にちくわの開封動画。うん、でも見た目めっちゃちくわじゃん。見た目ちくわだね。いただきます。ちくわ臭いなじゃない。うわ、うん、ほんとね、ちくわ本来多分すり身じゃん。うん。だから本当にただのちくわになっちゃった。これ多分豆腐ちくわじゃないよ。ああ、なるほどね。タイのすり身ですから。そうそうそう。通りだわ。ただのちくわだもんだって。これはでも豆腐だよ。そうだね。これがじゃあ名物の豆腐ちくわ。これが豆腐はどう？普通のちくわよりちょっとあっさりしてる感じではあるけど、身は詰まってて普通にちくわとして食えるね。ええ。うん。どんどんもっと食ってていいの？ああ、何？ああ。俺一応もう一種類買ってきてて、あの店で一番高かった、これ。お！このタイプすごいな。骨付き肉タイプみたいな。いただきます。うん、硬っ！お、すごい！めっちゃ魚にするよ、これ。ほんと？うん。結構ボリューミーじゃん、マジで。ああ。食べる？ちょっとちょうだい。鳥取和牛豆腐ちくわ。ああ、うまいうまい。魚とは違う感じが出る。良さがありますよ、なんか。豆腐ちくわだわ。豆腐感あるよね、やっぱり。ある、やっぱり。湯葉をもう何層にもみたいな。うん。湯葉フィーユにしたみたいな。湯葉フィーユ。湯葉フィーユ。ちなみになんか豆腐ちくわってあれらしいっすよ。将軍が、魚がちょっと高級品で、うちの藩は貧乏だからみたいな。多分鳥取が割とあんまりお金がなかったらしくて。おい。経済状況があんま良くなかったらしくて。いや、昔の話じゃん。昔の話よ、昔の話。昔の話だからね。魚贅沢品だから、庶民は豆腐を食べるようにしなさい。程度から始まったらしいですよ。マリー・アントワネットとは違うんだ。逆にね。なければ刺身を食えばいいじゃないではなく、うん、豆腐を食えばってしっかりとした代替や。はい。まあまあお腹いっぱいな。これが一番なんならマジお腹たまるぐらいに。二人がお腹いっぱいってもう無理じゃん。それと無理だよね。なあ、チーズの方は持って帰ろうかなしたら。飛行機で食うてもいいでしょ。うわ、臭いだろ。絶対言われるよ。やばいな。飛行機でちくわ開けたらポーンってなってちくわバツのマークだ。シートベルト白みたいな感じ。鳥から帰るの寂しいな。好きになってきたとこやのにだんだん。確かに。あと1泊ぐらいあればね。もっと好きになれた。もっと好きになったかもしれない。俺はずっと好きだったんだぜ。あれあれ、相変わらず綺麗だな。じゃあまあちょっと向かいましょう。ちょっと急いでるんだね今。果たして空港間に合うんでしょうか。そんなドキドキせえやろ。さあというわけでね、鳥取空港戻ってまいりました。あ、失礼しました。鳥取先横名空港にもう無事です。戻ってまいりまして、無事に発見できて間に合ったということで。さあもう終わりですよ。あっという間だった。なかったね。どうでした？鳥取。まあ移動距離がね結構長かったですけど、横断したからね、ほぼ端から端まで行った感じじゃない。有名どころは全部網羅した感じではあるよね。謎は全て解けたって感じ。お、それを金田一じゃん言いながらあれ。まあじゃあお土産見るなりまたもう一回見れるのか。お土産もうコナンは閉まってるよ。そりゃそうだよ。だから2枚分買ってんだから。もうマジかよ。駆け込みしたかったってこと。結構買おうと思ってた。見れるなと思ってた。おい、一期一会だから。旅は一期一会。それではネクストコナンズヒント。お、どこ行きます次。いや東かな。うん、東はある。東でじゃあ次回のコナン東へ行くぞ。ミラヤ。正解は記録でした。かっこいい。かっこいいって何？かっこいい。いいなここ。こういう狭い空間。狭い空間が好き。ミステリー。